everyone, this is IDS Magazine Asia. I am Flora. Here we are at iPro, and I am so happy to invite Yuka-san to introduce their product for us. Welcome, Yuka-san! The 2024 Security Show Tokyo Special Report is sponsored by Varcom, a top Taiwanese company in AI surveillance and system integration, along with Elra, a specialist supplier of AI facial recognition and facial tracking systems from Taiwan. iPro の古翔です。よろしくお願いします。こちらは、カメラの方に、音声の入力と出力ができるようになっていまして、で離れた場所でも店舗と本社とかでもコミュニケーションが取れるようになってます。そうですね、なので無人店舗とかでも困ってるお客さんに本社から話しかけたりだとか、あとなんかちょっと万引きとか怪しい動きをしている人にどうされましたっていう声かけをすることで未然に万引きを防いだりだとか、あとサービスの向上に使っていただけるようになってます。はい、こちらはですね、いろんなカメラのご紹介になってます。例えばこちらのですね、小さなカメラなんですけれども、こちらこの This is camera. Yes, this is camera. こちらですね、小さいものなんですけれども、200万画素撮れますし、あと AI もですね、搭載することができるといった形になってます。はい、あとコンパクトドームカメラだったりだとか、あと新しい AI カメラもあります。こちら新しいものなんですけれども、何が新しいかというと、従来は人と二輪車と四輪車が検知対象だったのが、好きなものを検知対象に加えられるっていうところが新しいところになります。例えば物流倉庫とかだとフォークリフトとかを検知したいっていうニーズがあるんですけれども、そういったものもですね、新しく追加できるといったところになります。はい、そうですね、こちら一番シンプルなタイプ、普通なタイプなんですけど、こちらは長い廊下とかの真ん中につけて、こっち側もこっち側も見たい時とかに使ったり、 Left side and right side. Yes, yes. あとこんな角とかにつけるときに、1台だとこっちしか取れないんですけど、2眼になるとこっちとこっちと分けられるので、はい、1台の施工で 2箇所取れるっていうところがいいところになります。従来は、AI、 この人か自転車か車、これが検知対象だったんですけれども、新しい、アプリを使うと、これに加えてなんかユニフォームだったり特殊車両だったり、あと害獣だったりを検知することができるといったところです。はい、好きに加えられるというかですね、学習するアプリを加えられるというところになります。はい、Thank you, Yuka-san. Hope you have a great day. And we are going to end this video. So please say bye-bye. 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 If you have any problems, please comment below.